こんにちは、三兄弟二郎です。今回は福井県大井郡高浜町琴城にある城山公園に行きます。チャンネル登録お願いいたします。室町時代に築城されたと言われる高浜城跡にある公園で、芝生広場や遊歩道が整備されている公園です。周囲には遊歩道も整備されており、ゆっくりと散策も楽しんでいただけます。城山城址から望む夕日は日本の夕日百選にも選ばれ、遊歩道からは景色が楽しめます。釣りも楽しめるスポットです。高浜やなは海水の浸食作用によって8カ所の岩に洞穴が形成されたものです。やなはやーなとも書かれ、戦国時代の武将が矢を隠したのでやーなと呼ばれるようになったと伝説があります。その絶景は筆舌に尽くしがたく、特にやなの一つの明鏡堂は小浜の外もと並び称される景勝です。室町幕府三大将軍足利義満も丹後の国切れ戸、現在の京都府宮津市の文殊を参詣した後、数度にわたり柳を鑑賞するために高浜に立ち寄っています。
三兄弟二郎が福井県大井郡高浜町琴城にある城山公園を紹介しました。チャンネル登録お願いいたします。ではまた。